今注目の的といえばこの選手でしょう。引退するなんて寂しいですね。今日は先発です。この試合は EATV がお送りします。雨のスタジアムでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、清水エスパルスがサガン鳥栖と戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。さあ、話題の選手の登場です。ここ数日多くのメディアを賑わせていましたね。今シーズン限りで引退することは皆さんもご存知でしょう。クラブにとっては大きな損失です。代わりを務められる選手は簡単には見つからないでしょうね。おそらくフロントは移籍市場を睨んで動き始めているでしょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。ピッチのどこでもプレスをかけて相手の動きをコントロールし、いいパスを出させないチームですね。今日もいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。相手の自由を奪えばミスにもつながります。今日も動きのある試合を見せてくれるでしょう。ヘナト・アウグスト、金子翔太、ここでボールロスト。素晴らしいタックルです。見事なロブパス。このシュートで勝ち越せるか。ポストに当たる。まだインプレーです。エドアルド、小山智也、ボールを取りに来ました。狙っていった。ミドルレンジからの強烈なシュートでしたが、少し高すぎました。ちょっと不可思議でしたか。惜しかったですね。監督は今のでリードできなかったことについて不満な様子ですね。もう一度チャンスを作ればいけると思います。エドアルド、岩下圭介、相手にボールを渡してしまいました。弧を描くようなパスです。前のスペースを狙う。さあどうする。ゴール決まった。先制ゴール決まりました。リプレイを見てみましょう。浮かせたパスをディフェンダー越しにつなぎました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。
ファールの判定です。フリーキックですね。おっと、スペースに見事なスルーパス。何を狙うのか。いいパスだ。またもピンチか。このシュートはうまくブロックしました。ボールの動きが激しい。カウンターのチャンスが巡ってきた。高橋由樹。サイドからの攻撃を狙います。中央へクロスが渡る。ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイが出ます。狙いすました、いいクロスですね。そしてダイレクトボレーです。ふかさず冷静に決めました。いやー、すごいゴールです。ロブで裏を狙います。このボールは外に出てスローインでの再開となります。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。はい、サガン鳥栖はどうしちゃったんでしょうか。とにかく後半チームを機能させるためにも今のうちに得点しておきたいですね。このパスは読んでいました。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。この選手はあまり良くないようです。中心的な選手ですので、チームを引っ張らないといけません。試合の流れに乗っていないのか、流れを作れていないのか、いまいちな感じですね。ボールが来なければそもそも仕事はできません。まずはチャンスを作らない。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。競り合いになりました。サイドにスペースがあります。中の選手を狙ってきた。ここはしっかりクリアしました。アンヨングカルバハルですが、バイエルミュンヘンへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはレアルマドリードです。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。ここでスローイン。フレッシュな選手の投入です。高橋由樹、金森武、アタッキングサードに入ってきた。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ファン速攻。おっと、ボールを失いました。高橋由樹、パスをサイドに送ります。これはゴールキックになります。さあ、フレッシュな選手が入ります。
素晴らしいボールです。キーパー止める。間一髪のところで素晴らしいセーブを見せてくれましたね。チームにとっても頼もしいでしょう。クリア。これは危ない。最後のところでディフェンスがしっかり仕事をしました。ゴールになると思われる場面でしたが、ラインギリギリのところでクリアしました。チャンスを量産し、しっかり決める。当然こういう結果になってきますよね。何をしてくるのか。ラインを割ってゴールキックになりました。選手の交代があるようです。危険な位置です。緊張感が増してきます。これは見事なインターセプト。クリアしました。コーナーになります。こう見るとこの選手の素晴らしさが分かりますね。さすがです。ヘディングは枠に行きません。ディフェンスがいたので自由にさせてもらえませんでしたね。しっかり見えています。思い切って打てるか。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。ボールをクリアします。このパスはカットされました。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。はい、清水エスパルスは素晴らしいパフォーマンスを見せています。相当なことがない限りこのまま逃げ切れるでしょうね。さあどうだ。前方に運びました。ここはタッチに逃れます。選手交代があるようです。狙える位置です。いい位置です。ボールを奪い返しました。ここでボールを失います。今のパスで完全に崩しました。よく止めましたがボールはこぼれています。見事なパスカットです。さあ決められるか。キーパーファインセーブ。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。コーナーから中へ。中央へのボールはクリアされました。ここからどうするのか。マイナスのクロス。攻撃を組み立てられません。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はホームチームが勝利しました。こういう接戦をものにしたことは自信につながりますよね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。次にも期待しています。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。かなり良かったと思います。枠に当たってなければもう1点でした。今日のプレーは監督にも評価されていると思います。